どうしたセイバー、矢庭に歩き出して。何やら怪しい気配がある。怪異ではないようだが。ついてこい、より。気配をたどる。セイバー、待て。なるほど、やはり気がかりは吉原に召喚されたはぐれでしょうか。何はともあれ、よくぞここまで調べ上げました。兄上にもしかとお伝えするように。はっ。はぐれ、はぐれの英霊、あの者たち義に関わりがあるのか。吉原に召喚されたというのはあのバーサーカーのことだろうが、うん、盗み聞きとは感心しませんね。その気配、セイバーとそのマスターのもの、ここで戦うつもりはありませんでしたが、力を測るにはちょうど良い機会かもしれません。さて、向こうはやる気のようだが、どうする？ここは迎え撃つのみ。行くぞ、セイバー。では、小手調べと参りましょう。は？このくらいで十分でしょう。どうやら思いのほか腕が立つようだ。この件は兄上にもお伝えしなければ。逃げたか。尋ねたいこともあったが。妙なまじないを使っていたが、あれは何だ？陰陽道だろう。あの風祭、陰陽師と言われればうなずける。陰陽師、古より日の元において牧戦や暦の策定、祭祀などを取り仕切ってきた術者たちだ。彼らの使う陰陽道は大陸の思想をもとに独自の発展を遂げた魔術系統。ただその前世は平安の頃であり、徳川の世にあってはかつての権勢もない。そう聞いている。妙に詳しいな。皇玉に聞いた話だ。セイバーには馴染みがないか。馴染みはないが理解はしたとも。術者がいくら集まろうと敵ではないぞ。セイバーにはそうかもしれないが、熟達した術者の群れは厄介だ。義にどう関わっているのか、彼らを追い、それを探るのも手ではあるが。今ではないな。他にやるべきことがある。欲を張れば本来の目的を失う。アブも取らず蜂も取らずだ。そうだな。ここは先を急ごう。彼らとはいずれまみえるかもしれん。覚悟はしておくことにしよう。